皆さん、こんにちは、ありがとうございます。本日は、ついに、ウィムの2023年サマーコレクションの第2弾のラインナップをこの動画で一気にご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。いや、今回のラインナップめちゃくちゃかっこいいです。様々なコーディネートの個性を引き出してくれるような、そんな、今一番かっこいいアイテムを数多くリリースしちゃいます。もう先行でね、様々な SNS で、ティラミスしてきたんですが、ヤバさがね垣間見えていたと思うんですが、この動画で徹底的に深掘りしながら解説してきますので、ぜひ今回の動画も最後までご覧いただければ幸いでございます。今回のリリースするアイテム控えめいてマジでエグい。前回のねリリースのアイテムもコーディネートのベースになってくるような非常に重要なアイテムをリリースしたんですが、今回のリリースアイテムはより皆さんのいい個性を引き出してくれるような、そんなバチバチにかっこいいアイテムを今回一気にリリースしていきますので、どんなスタイリングで使えるのか、どんな魅力があるのか、そして一体どれぐらいゲチパない価格でリリースするのか、ぜひですね今回の動画最後までご覧いただければ幸いでございます。そして少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とコメントのほどよろしくお願いいたします。ということで早速でございますが、今回のリリースアイテムを一気にご覧いただきたいと思います。それがこちら、はい、ハーフジップルーズフィットティー、エンブロイダリーシアーシャツ、タックワイドルーズデニム、ドレープルーズウォッシャーカーゴ、スウェードコンビネーションシャークソールグルカが新作としてリリースされます。そして定番の新色としまして、スーパーファインコットンルーズフィットティー、ヘビーウェイトベーシックビッグティー、ナローボーダーワイドティーから新色がリリースされます。はい、というのまずはじめにこちらハーフジップルーズフィットティーから皆さんにご紹介したいと思います。このアイテム半端じゃないですよ。もうすでに YouTube だったり Instagram などで少しねお見せしているアイテムなんですが、もうすでに数多くのお問い合わせをいただいているアイテムでございます。1月にリリースしたこちらのハーフジップスウェットが大変人気でして、実はですねそのリリースの当日に急遽企画したアイテムなんですね。ですので僕らのね強みとしてあるのが、臨機応変に皆様が今欲しいもの、そして次のシーズンに欲しくなるものを瞬時に判断しデザインに起こす。それはですね何より皆さんに着たいもの、欲しいものを届けてよりかっこいいコーディネートしていただきたい、その一心で既存のアパレルのスピード感に合わせるのでなく、僕らのスピード感で皆様にアイテムを届ける、その一心でクオリティを最大限上げてブランド運営を行っております。でそうした中でこちらマジでかっこいいと思うんですが、素材はですねもちろんなんですがスウェットだと暑いので定番で展開しているスーパーファインコットンルーズフィットティーの素材を採用しました。襟の形状も何回も修正を重ねていて、スウェットのままだと大きすぎるので T シャツに合った絶妙にバランスを取れた襟の形に仕上げました。さあねこのね深さもねマジで絶妙で、一番上まで締めた時、ちょっと開けた時、そして一番深くまで開けた時と同じトップスのはずなのに全然印象が変わるんですね。なのでちょっとセクシーさのある夏のコーディネートしたいんだって場合はがっつりですね開けていただいて着ていただいてもタフな素材感なのでバランスが取れるんですね。そしてさらに様々な YouTube 動画でお話ししてきたんですが、今季はただただオールシーズンオーバーサイズの T シャツを着ればいいよねっていうことではなくてですね、 T シャツだけではないんですが襟元にデザイン性のあるアイテムが確実にトレンドとして来てるんですね。ですので秋とか冬だったらシャツ着てその上にニットやスウェット着てその上にコート着てその上にデカバッグ着てみたいなね4階層ぐらいのレイヤードができる、そんなシーズンに比べて夏ってねできることって限られているからこそ確実に言えるのは、このハーフジップティー1枚でかっこいいコーディネートが出来上がるのがめちゃくちゃ僕らにとっても嬉しいところなんですね。なのでいわばこの夏を象徴するようなそんなアイテムでございます。でそうした中でこちらのアイテムの価格なんですが、皆さんいくらだと思いますか。すいませんね、いつも聞いてしまって嬉しくて、ご覧いただいている方の中には確かにトレンド的なアイテムだから6600円かなと。いやいやでもウィムは日頃から安いアイテムをリリースしていいから5500円ぐらいでしょと考えている方、甘いです。甘いですは言い過ぎだね。今回なんとこちらのアイテム5000円を下回り、4000円を下回り、なんと税込みで3960円でリリースしちゃいます。えぐい。
このアイテムがなんと3960円、やばくない？これ3960円で買えるのっていう話ですよね。こんなこと言ってしまうとあれだけど、正直僕はこのアイテム5500円とか4950円とかでも欲しい人はマジで買っていただける、そんなアイテムだと思うんですよ。なんですけど、そこを6000円台や5000円台や4000円台にすることなく、もう限界まで切りつくまで下げて3960円でこの度リリースさせていただきますので、5月5日金曜日 ZOZO タウンにて19時半から20時にかけてリリースいたしますので、ぜひこちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。で、そうした中ですね、今回リリースするカラーが、僕が今着用している、そして一番お気に入りのオートミールと、さらにはこの夏に欠かせないダークチャコールとダークグリーンをリリースします。どれもね、かなりいいカラーですし、色に悩んだら圧倒的に僕はオートミールが一番おすすめ。どんなねコーディネートにも相性が良く、清潔感もあるような、そんなねカラーですので、オートミールおすすめなんですが、それ以外もね、ダークチャコール、ダークグリーンと非常にトレンド感が感じられるようなカラーと、落ち着きにあるね渋い色味もあるので、当日までぜひぜひ悩んでいただけたらなというふうに思います。で、着用サイズなんですが、160センチ台のデイタ君の S サイズの着用感がこちらとなっております。そして175センチの僕の M サイズの着用感がこちらとなっております。そして180センチ台の方の L サイズの着用感がこちらとなっております。そして今ご覧いただいているのは、僕のハーフジップルーズフィットティーを使ったコーディネートたちでございます。重複しますが、胸元のねジップの開け具合によって印象をガラッと変えて着用していただける、そんなアイテムとなっております。ぜひこちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。はい、そして続いてですね、こちらのエンブロイダリーシアーシャツを皆さんにご紹介したいと思います。はい、皆様大変お待たせしました。というのもですね、こちら去年にリリースさせていただき速乾したアイテムなんですね。それをして今年絵柄、いわば刺繍をアップデートし、今年もリリースさせていただきます。半端じゃなくかっこいいんですよ。というのもですね、どのようにアップデートしたかっていうとですね、着やすさとデザイン性のバランスがね、シアーシャツってとにかく重要なんですね。デザイン性ばかり考えてしまうと、結果的にそれメンズで着るときつくないっていうものが出来上がってしまったりと、でもとはいえ全く透けてないと、それはそれでつまらないっていうところで、より洗礼された、よりミニマルな柄にさせていただきました。去年は実は花柄だったんですが、今年はこのように規則的な柄を構築させ、よりメンズ的なデザインにさせていただきました。これがさ、クソかっこいいんですよね。また生地にですね、洗いをかけてるんですが、去年はですね、少しヴィンテージ感が強いという声も頂戴していたので、今季はシリコンウォッシュ加工をし、生地の表面をシリコンでコーティングしながら洗いをかけているので、滑らかな生地感を保ちながら洗いによる落ち感もあるという素材に仕上げています。前回リリースしたシアーすぎないシアーシャツ、あれめちゃくちゃ良かったと思うし、この動画をね撮影している頃にはもうお買い求めいただいた方にかなりもう届き始めてですね。で、実際にめっちゃ良かったというありがたいお言葉数多くいただいています。そのね、大変人気だったシアージョーデットシャツもかなりおすすめなんですが、それとはまた違うベクトルのシアーシャツ、いや、まあもう少しデザイン性が足されたシアーシャツなので、この一大シアートレンドをこのねエンブロイダリーシアーシャツでぜひ楽しんでいただけたら幸いでございます。インサート映像とかでもね分かりやすいと思うんですが、分かりますか、ここタンクトップの線がここにあるんですが、どこに透け感があるのか、どこにインナー見えちゃってるのかとかがあまり分からないと思うんですよね。うん、それがねめちゃくちゃいいんですよ。なので究極インナーなしで直接着てボタンを閉めたとしても、直接着てるインナーなし感っていうのがね、あまりないところもいいところかなというふうに思います。そしてさらに皆さんにご報告なんですが、このアイテムの価格についてもですね、なんと去年から引き続きではございません。引き続きだとしても、去年速乾したようにかなりねお買い求めしやすい価格だったんですが、円安が続いているこの時代にもはかわる攻めた価格設定にさせていただきました。去年よりもなんと価格抑えました。価格なんと5940円でリリースいたします。
ですので T シャツの上からもいいですし、僕がね着用しているようにタンクトップの上からもいいですし、中には直接ね着てボタンを閉めて着用される方も多くいらっしゃるかと思います。ぜひ一着は手に取っていただきたい、そんなシャツとなっております。160センチ台のレイタ君の S サイズの着用感がこちらとなっております。そして175センチの僕の M サイズの着用感がこちらとなっております。そして180センチ台の方の L サイズの着用感がこちらとなっております。少しでも参考になれば幸いでございます。そして今ご覧いただいているのは僕のエンブロイダリーシアーシャツを使ったコーディネートたちでございます。全身ダークトーンでまとめてもいいですし、デニムと合わせてカジュアルとちょっときれいめなねシャツの中和シャツスタイリングもめちゃくちゃかっこいいかと思います。こちらも5月5日金曜日 ZOZO タウンにて19時半か20時にリリースされますので、ぜひこちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。そしておすすめのカラーなんですが、僕はですねこのちょっとジェンダーレスなシャツなので非常に男らしいこのチャコールのカラーが一番使いやすいんですよね。のでチャコールが着回し的な観点でもバランス的にも一番おすすめさせていただきます。でその他の色味ですね、非常に綺麗で鮮やかなこのブルーの色味、そして少し明るめのこのグレーもねめちゃくちゃかっこいいので、もしね色味悩んだらチャコールで、それ以外の色味どちらもおすすめです。僕のねコーディネートなども参考にしながらぜひ参考にしてみてください。あとはリリースまでに色味とかサイズ感とか悩むなと、この動画もう分かりやすいんだけどなんかもっと情報欲しいんだよなって方は、先日ね VIM のインスタグラムのフォロワーさんがなんと11万人を突破しました。でその VIM のインスタグラムではまた違った方向で僕じゃないレイタ君でもない着用モデルの方が VIM のこの新作たちを着用した投稿をしておりますので、ぜひそちらも購入までの参考材料にしていただけたら幸いでございます。そして続いてですね、こちらタックワイドルーズデニムがこの度新作としてリリースされます。はい、今季2型目となる新作のデニムでございます。僕もね冒頭から入っていたんですがめちゃくちゃいいです。 VIM のデニムといえば定番のルーズフィットデニムが今年もありがたくも ZOZO タウンで一番売れているデニムなんですが、今回ですねもう少しトレンド感を加えたデニムをリリースいたします。ご覧の通りですね、一発で見てわかる VIM 初となるですねワイドストレートシルエットのデニムとなります。タックインした時にワンポイントになるようにですねウエストに深めのタックを取っています。でそのタックを取った分ですねデニムだけどどこかきれいめな印象が加わっているのも一つのポイントでございます。そしてポケットもですねいわば一般的なデニムらしいスクープポケットではなくてですね、あえてスラックス仕様のサイドポケットにしてここでもきれいめな要素をプラスしています。ですので結構ね夏のスタイリングでタックアウトした T シャツのスタイリング、シャツのスタイリングする方多いと思うんですけども、その中でもタックインしたスタイリングするよ、好きだよ、毎年絶対的にするぜっていう方いらっしゃるかと思います。その時のタックインした時にもうこのねタックの部分とサイドポケットのデザインがもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。で素材はですね絶妙な僕らが嬉しい 11.5 オンスでワイドシルエットなので重すぎずそして軽すぎずという絶妙なオンスのデニム地を採用しました。ヴィンテージ加工はですねかなりレアなナノバブル加工という加工をですね施していまして、通常のデニムはストーンウォッシュといって石と一緒に粗い加工をかけて色を落としていくのが一般的なんですが、こちらはですね石を使わずに泡をデニムに当てて色を落としていく加工なので全体的に雲のようなですねどこかふわっとした通常のヴィンテージ加工にはない柔らかい加工感に仕上がっているんですね。いいのは見た目やデザイン性だけではないんですよ、履き心地もいいんですね。で今回リリースする色味なんですが、何度履いても飽きないアイスブルーの色味とさらにはブラックをリリースします。表記はねブラックではあるもののブラックすぎないダークグレーに近い色味なのでそこもね非常にヴィンテージ感たまらない絶妙な風合いに仕上がっているので、どちらもめちゃくちゃいいカラーでこの度5月5日にリリースします。でそうした中でこちらのデニムの価格なんですが、なんと7000円を下回り、6000円も下回り、5940
5,940 円でリリースいたします。めちゃくちゃ安い。このデニムが5,940 円で買えるのは ZOZO タウンの市場的に見てもかなりお買い求めしやすい価格なので、アイスブルーのデニム、これぐらい太いデニムまだ持ってないんだって方、めちゃくちゃおすすめでございます。160センチ台のレイタ君の S サイズの着用感がこちらとなっております。そして175センチの僕の M サイズの着用感がこちらでございます。そして180センチ台の方の L サイズの着用感がこちらとなっております。で、夏のコレクションとしてリリースするもののですね、もちろん秋冬春とですね、一年中使えるアイテムとなっているので、めちゃくちゃ実はコスパのいいアイテムなんですね。数に限りがありますので、ぜひお見逃しないようよろしくお願いいたします。はい、そして続いてこちら、ドレープルーズウォッシャーカーゴを皆さんにご紹介したいと思います。これがもうマジでかっこいいしおしゃれだし、リドムのねウールのカーゴパンツ、非常にね今でも再販リクエストいただいていたんですが、どこかそのカーゴパンツの雰囲気を踏襲したアイテムとなっております。こちらですね、今季2型目となるトレンドのカーゴでして、同じカーゴでも前回のアイテムとは全く違う表情のカーゴパンツを制作いたしました。アイテム名の通り、やはり一番の特徴はドレープ感のある素材でございます。あまり企画対象のねブランドの話とか違ったブランドの話は避けたいものはあるんですけども、結構ね ZOZO タウンでドレープ素材のねアイテムとかを探すと、どうしてもツルツルとした綺麗めすぎる表情のものがですねやや多い印象で、僕の個人的な意見ですが、どうしてもちょっとチープに見えてしまうことが多いんですね。それにね結構ね共感してくださる方も多いかと思います。なんですが、カーゴパンツで意外性のあるドレープ感のある素材でリリースしたかったからこそ、決してですねチープ感なく圧倒的なクオリティでリリースしたく、この度ドレープがあるけどしっかりとヴィンテージ感のある素材開発をいたしました。で、僕のねチャンネル普段からご覧いただいている方は、今日だけで服のね良し悪しだったりとか価値観を語るなんてかなり初歩的なやってはいけないことというかね、同じコットン素材でもポリエステル素材でもウール素材でも加工だったりとか、そもそも選ぶ糸の種類だったりとかで全然風合いが変わってくることは皆さんもうご存知かと思います。なので今日だけで判断してしまうのはものすごくもったいないことなんですよ。で、そうした中でこちらのアイテム、今日だけ見るとですね、よく見るポリエステルレーヨンなんですが、染色と仕上げのセットがもう普通はなかなかやらない手法で生地を作り上げているんですね。まず染色に関してなんですが、一般的にはですね連続染色という高速染色機を使うのが効率がいいんですが、あえてですね液流染色機というゆっくりとですね生地を泳がせながら色を染めていく手法を取ることで、この細かいシワ感をですね作っているんですね。で、その染色後の仕上げのセットでもですね、シワがカジュアルになりすぎないようにバランスを調整するために液暗加工を施して毛羽を取りながらしっかりとした風合いに仕上げているんですね。さらにですねドレープが効いた素材なので、ウエストにですね深めの2タックを入れて、よりドレープテープが強調されるようなデザインにさせていただきました。シルエットもですねワイドストレートでリラックス感が漂うアイテムでございます。サクッと夏に履くだけで、例えばプレーンなねクルーネックの T シャツなどにも合わせていただいても、しっかりですねコーディネート全体に程よい個性が生まれて、めちゃくちゃかっこいいスタイリングになるんですよね。いろんな、ね、好きなところあるんですけど、それがねこのパンツのいいところなんですよ。5月5日にリリースしますので、ぜひこちらご検討していただけたら幸いでございます。で、こちらの価格なんですが、なんと7,000円を下回り6,600円でリリースいたします。デニムよりほんの少し金額するんですが、シンプルに考えて6,600円でこのカーゴが買えるんだったらめちゃくちゃ安いです。他では手に入らないカーゴパンツをこの度ビムでリリースいたしますので、ぜひこちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。160センチ台のレイタ君の S サイズの着用感がこちらとなっております。そして175センチの僕の M サイズの着用感がこちらとなっております。そして180センチ台のモデルの方の L サイズの着用感がこちらとなっております。
少しでも参考になれば幸いでございます。そして続いてですね、こちらのスウェードコンビネーションシャクソールグルカを皆さんにご紹介したいと思います。これめちゃくちゃかっこよくないですか。かなりね高級感たっぷりなグルカサンダルとなっていまして、すでにですね YouTube やインスタでこちらもね先に見せちゃってるんですが、かなりお問い合わせいただいちゃってるんですね。グルカサンダルといえば去年からですねかなりトレンドになってきたと思うんですが、僕はですねパラブーツ型のかなりスッキリとしたグルカサンダルしか持ってなくて、それもそれでいいんですが、もう少しどこかスニーカーのようなデザイン性を取り入れたグルカサンダルが履きたくて、何度も何度も修正重ねてデザインしたアイテムとなっております。思い入れが半端じゃないですね。まず初めてこちらVIMのアイコンでもあるシャークソールを採用しました。このグルカとシャークソールのコンビネーションが半端じゃないですね。サイドから見た時の格好さがえぐいんですよね。で定番のねシャークソールシューズの方はソールにですねグレーのパーツを挟むことでデザインとしてのアクセントとソールの厚みが自然に見えるようにしてるんですが、今回はベルトに出っ張るデザインを加えてですねデザイン性とソールの厚みの見た目の緩和をしたんですね。なので今回のグルカサンダルもそうなんです、身長が漏れるんですね。で漏れるのにもかかわらずその持ってる感を視覚的な効果で緩和してるというところもかなりこだわったところでございます。露骨に持ってるスニーカーとか革靴とか漏れたいのは分かるけど、無理してる感というか漏れたいんだろうな感がさ水面下にある感じがするじゃないですか。僕もなんか全然話変わっちゃうんだけど、先日ディズニーに9万年ぶりぐらいに行かせていただいたんですけども、厚底のスニーカーとか厚底の革靴ってね履いてる人結構目立つんですよね。ビール飲みながら街行く人のね足元とか見ていると結構目立つっちゃ目立つんですよ。けどそういった一面を払拭しているのがこのグルカなんですよね。でちなみにVIM定番となっているレザーサンダルとソールの高さ比較していくとこんな感じでございます。VIMのサンダルお買い求めいただいた方なら分かると思うんですが、かなりね身長漏れるんですよ。でそれと比べても何ミリか若干今回のサンダルの方が身長漏れるんじゃないかというぐらいのソールの厚みとなっております。そしてアッパーもですねパラブーツタイプよりもボリュームと丸みのあるフォルムにしていまして、大胆にスウェードで切り替えています。でスウェードはですね合皮だと納得いく素材がなく、この度ですね本革のスウェードを採用しました。シューズはですね何より履き心地が重要なんで、中敷きの素材にもこだわってクッション性を高めながらアッパーのシルエットも何回もですね微調整を繰り返して、社内のスタッフ一同ですね何回もフィッティングして事務所中歩き回るんですよ。で歩き回ってなんか足の甲がちょっと痛かったりするとか、つま先ら辺のクッション性足りないですとかっていうのをもうマジで何回も何回も繰り返し繰り返し微調整を重ねながらついですね理想的な履き心地を追求して完成させたアイテムとなっております。結構ねサンダルとかって僕ね昔から YouTube 発信させていただいてますが、結構サンダルの履き心地についてちょっと口酸っぱくレビューすることもあるんですよ。見た目はかっこいいけど歩き心地痛いですとか、なんでこんなデザインしたんですかみたいな結構ね YouTube 上で強く言ってしまった時もありました過去、まあ、それがね結果的にご覧いただいている視聴者さんのためになるのであれば、そのサンダルに至らない部分があるのであれば、それをしっかりと言ってそれに納得した方はこのブランドのこのサンダルおすすめだよみたいなね話を過去の動画で夏が来るたびにしてたんですよ。からこそそういうね発言をしてるのも一個の理由ではもちろんあるんですけども、純粋に履き心地のいいサンダルが好きだし、みんなにせっかくねVIMのサンダルを履いていただくのであれば、見た目のかっこよさはもちろんのこと、履いた時の歩きやすさと履きやすさ、これを同時に感動してほしいっていうところをしっかりとですね念頭に置きながらこの度爆誕したのがこちらのアイテムなんですね。なのでネット上でねサンダル買う時に過去失敗したことあるよからネットでは不安があるんだって方もこちらのサンダル安心して挑戦してみてほしいんですね。さらにグルカサンダルってね中には調整が効かないものもあるんですが、こちらはベルトで調整が可能ですし、そのベルトの下にゴムを反映させているのでベルトで締めた後も足の甲が痛くならないところも追求したデザインにしております。とはいえですねやっぱり人の足によってサイズ感の若干の違いもあるかと思いますので、その場合はゾータウンなのでサイズ交換可能となっております。でそちらの機能などもですね使いながらですねご検討してあげたら幸いでございます。とはいえサイズ交換もなんか面倒だな、実際に店舗でサイズ確かめたいなという方はですねVIMの店舗であればですね実際に試してサイズを確認することもできますので、VIMの表参道の店舗をですね賢くご活用していただきながらご検討してあげたら幸いでございます。でそうした中で実際に本革のスウェードを使いながらここまでですねデザイン性を盛り込んでいるんですが、価格皆さんいくらだと思いますか？1万2000円、1万1000円、1万円、違います。なんとこの度
7920円でリリースしてしまいます。はい、このサンダル夏にね絶対的に履きたい方多くいらっしゃると思います。これが7920円で買えるんですよ。めちゃくちゃいいですよ。そしてここからですね、定番アイテムの新色を皆さんにご紹介していきつつ、定番アイテムですねまだ知らないよって方もですね、簡単に魅力などを解説していきたいと思います。まずはじめにこちらのスーパーファインコットンルーズフィットティーからご紹介したいと思います。こちらですね、ウィムの中でも非常に肉厚素材のワイドシルエットの T シャツとなっております。今季はですね、カジュアルアイテムとの相性のいい新色の木グレーとグレーイッシュの中間色が非常にウィムらしいフェイドグレーの2色を加えてリリースいたします。ですのでこちらがですね、今までリリースしていて完売していたアイテムの再販カラーになりまして、ジャンというこちらがですね新色のカラーとなっております。これがね、いろんなアクセサリーとの相性のいいそんな色味素材そしてシルエットとなっております。こちらの T シャツが引き続き3300円でリリースいたしますので、ぜひこちら5月5日金曜日にリリースいたします。他のねアイテムに比べて若干枚数は少なくなっているので、狙っている方はですねぜひ早めにご検討してあげたら幸いでございます。冷静にさ、3300円ってさめちゃくちゃ安いよね。2200円のさ T シャツをリリースしているがあまりに3300円っていう金額に対して驚きはないかもしれない。いや驚いてほしいんだよね。この素材の T シャツで3300円、マジでかいです。今ご覧いただいているのは各身長別のサイズでございます。ぜひご検討してあげたら幸いでございます。そしてこちらがですね、僕のこの T シャツを使った全ての購入とでございます。先ほどご紹介したワイドデニムだったりドレープカーゴと合わせるとねめちゃくちゃかっこいいんですよね。そして続いてヘビーウェイトベーシックビッグティーから新色のブルーがリリースされます。こちらの T シャツですね、先日ファーストコレクションの時にリリースしてからなんと2週間でもうすでに1万2000着お買い求めいただいている大好評いただいている T シャツとなっております。お買い求めくださった方々本当にありがとうございます。で今月もですね、新色ブルーをですねリリースいたしますので、価格同じく2200円でございますので、ぜひこちらも合わせてチェックしていただけたら幸いでございます。そして続いてこちらナローボーダーワイドティーでございます。こちらもね去年リリースして大好評いただいたアイテムなんですが、こちらも今年復活いたします。こちらのチャコの方は去年よりも若干色味濃くしました。そうすることによってより渋差が増した、そんなかなりシャレてるトップスとなっておりますので、こちら価格引き続き3300円でリリースいたします。こちらも5月5日お見逃しないようよろしくお願いいたします。そして今ご覧いただいているのは各身長別の着用サイズの着用感となっております。そして今ご覧いただいているのが僕のナローボーダーワイドティーを使ったコーディネートたちでございます。少しでも参考になれば幸いでございます。ということで今回はですね、5月5日にリリースされる WIM のサマーコレクション第2弾のアイテムたちを一気にこの動画でご紹介させていただきました。繰り返しにはなりますが、 WIM のインスタグラムですね、違った角度での違ったスタイリングでのご提案もしておりますので、ぜひそちらも賢くですねご活用してあげれば幸いでございます。ということで今回の動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。